こんにちは聖書の学びをいたしましょう。はい、ですね、早速、話をしたいと思うんですけど、今イエス・キリストのミニストリーでですね、まあ、時系列にやってます。それで、イエスさんは 今どういうところを学んでるかというと、イエス・キリストはですね、十字架にかかってしまう。でそれの、数日前にですね、オリーブ山っていう山に登り張って、でそこで弟子たちに、世の終わりについて話をされたと。でまたですね、その世の終わりっていうのはイエス・キリストが再臨をされる時でもある。でこのイエス・キリストの再臨、までにですね、信者たちはどのようにして待っとかんとあかんかっていうことを例え話でね、先週までこう話をされたんですけど、今日はいよいよですね、イエス・キリストが再臨された時に一体何が起こるんだということを、学んで話されました。そのあたりを学んでみたいと思います。聖書の箇所は、マタイによる福音書の、25章、31節から見ていきます。聖書をお持ちでしたら開けてください。マタイによる福音書の、25、31節、ちょっと読ませてもらいます。人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとに分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。ここの箇所で分かるのは、イエス・キリストが再臨、また再び来はるときは、栄光を帯びて、しかもすべての御使いと一緒にこう、降りてくるというか、こう地上にやってくると、こういう表現されてるんですね。よくね、どういったらいいかな、最近の新興宗教というか、韓国系の、カルト宗教や、それからアメリカにもね、アメリカのいっぱい、カルト宗教、ヨーロッパもそうなんですけどね、最近はフィリピンもそうらしいけど、その自分が、その教祖を名乗る人たちが、自分が、再臨したイエス・キリストやと言うてはる人が結構いてると、日本にもあるかもしれませんね。でも、聖書は少なくとも、イエス・キリストはですね、栄光を帯びて、輝かしくやってくると。しかも、すべての天使を連れて一緒にやってくるとこ書いてあるんで、そういった状況だと思いますね。だから、今地上にいて、もうすでにというわけじゃないんだろうと、こう想像しますけど、私はね。どちらにせよ、イエス・キリストは栄光を帯びて、しかもその時には、栄光の位につくと。この栄光の位は、ほぼ間違いなく、その王国、御国の王国の王様としての位につくという、本当の意味でのメシアとして、予言されていた、イスラエルの王様、ダビデの王座につくという意味だろうと、想像しますけど、ここで非常に面白いのが、イエス・キリストが再臨しはったら、なんとですね、すべての国民が、イエス・キリストの前に連れてこられて、イエスさんが、羊ちゃんを右に、で、ヤギを左に置くっていうんですね。これは、まず羊っていうのは一体何なのかっていう意味になりますけど、やはりね、聖書っていうのは、聖書はできればやっぱり聖書で理解するという、原則みたいなものがあって、そういう意味で一箇所だけ見るのは非常に危険だと思うんですけども、他の箇所いろいろ見ていくと、大体羊っていうのは、やはりその、イエス・キリストを信じる信者たちを示している言葉の場合が圧倒的に多いと思うんですね。だから羊っていうのはやはりこれイエス・キリストを信じる、信者たちを示しているんだ。早くはクリスチャン。いや、もう、はい、言っちゃえばクリスチャン。早く言えばクリスチャン。で、ヤギは本当は何だってこうなってくるんですけど、ヤギはね、これ難しいですけど、一般的にはね、やっぱしやっぱりこう、悪魔に影響されている人たちって意味じゃないかなと。ヤギのなんかシンボルが逆さまのなんか星っていうかな、らしいんですけども、どちらにせよね、この悪魔のシンボルっていうのが逆さまの星で、ヤギが真ん中におるというのが、なんかそういうことらしいんですけどね。どちらにせよね、
ヤギと羊は非常によく似てますけども、まあ、どちらにせよ、そのヤギは多分ですね、まあ、未信者いうか、その、を示してるんだろうなと、想像します。まあ、悪魔にまだ影響を受けてる人たち。まあ、どちらにせよ、まあ、非常にこう、ちょっとキリスト教的な言い方になってしまうかもしれんけども、聖書を見ていくと、少なくともここにはですね、羊ちゃんとヤギちゃんに、まあ、すべての人を、まあ、イエス・キリストが分けるんだと。で、その羊、ヤギはそれぞれ、まあ、どういう意味かは、いろいろあるでしょうけど、どちらにせよね、そういうふうにされるというお話なんですね。で、まあ、その後当然ですね、この後どうなるのかですけど、ここで、やはりキーポイントは、イエス・キリストが再臨されるときは、裁きがあるんだと。いうことをやっぱり理解すべきだと思うんですね。まあ、聖書、これは他の聖書の箇所にも書いてあることなんですけども、イエス・キリストは、前来られた時はですね、まあ、救いをもたらすために来てくださったんですけども、次来る時は、再臨される時は、まあ、人々、私たちをこう裁くと、いうことが書かれてるんで、この後ですね、どのような裁きの仕方をされるのか、ちょっと読んでみたいと思います。34節から見ていきましょう。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を、継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が渇いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。なんとね、次は、その王様、まあ、イエス・キリストが、その栄光の御座について、ほんで今はもう王様として、私たちをまあ裁くという、この話なんですけど、その時にですね、右にいる者、だから、早瀬は羊ちゃんね、羊ちゃんたちに対して、イエスさんは、まずあなたたちは父に祝福されていると。で、祝福された者たち。で、そのあなたたちのために、羊ちゃんたちのために、世の初めから、なんと御国が準備されてた。で、その御国に入りなさい。世の初めから、これは非常にこの驚きの、まあ、言葉ですけども、神がですね、永遠の昔からいうか、もうこの世の中を作る前から、羊ちゃんたちがですね、その神の御国に入ると、それを計画されてたっていう、こういう話なんですね。まあ、いろんなね、学説が確かにあるとは間違いないんですけども、よくね言われるのが、なんでその神様は悪いことが起こるのを許してたり、この世の中ね、いろんな嫌なこともいっぱいあるし、なんでこんな世の中なんかなという人がたくさんいますけども、まあ、永遠の昔から多分神様はですね、私たち天使と人間に自由な意志、言葉なる神様が、言葉を与える、ものがいて、で、まあ、その言葉自由に考えることができる人たちが、まあ、自由にものを考えてしまう。で、神様を冒涜することもできる。そして南朝通りという方法で、本当はですね、人間がその神の楽園、そもそも人間が最も幸せを感じるのは神様と共にいて、神が作られた、楽園にいることなんですけども、しかしその人間が神を信じないっていうことが分かってて、そして神様は永遠の昔からその全てが分かってて、多分何兆通りという方法を考えて、今が一番ベストの方法なんですよ、多分。そしてその中で、確かに悪いこといっぱい起こるけども、なぜなら、私たちの罪っていうのは、もうみんなやっぱり神を信じない人がたくさんいてて、でも、その中で、本当にごくわずか、神様を信じる人たちのために、神はその人たちが御国に入るってことで、その今の状態が一番最もベストの状況で、たくさんの人たちがやはりその中でも出てくる。だから羊ちゃんたちが御国に入ることを神様が喜ばれて、そして、あえてですね、今のこの、世の中の歴史を、スタートされることを決めはったんやと思うんですね。まあ、どちらにせよね、御国に入るということが計画されてて、しかも、神の、まあ、作られた、国に、羊ちゃんたち入れるよと。ところがここで非常に驚いてしまうのが、この御国を受け継ぐときに、受け継ぎなさいって書いてあるんですね。これは相続しなさいって意味なんで、
当然ですね、神様と、まあ、あるいはその御国は与える人とですね、親子関係にないと、やはり相続っていうのは親から子に相続されるんで、で、ここでの言葉は相続をするという言葉が書いてあって、で、基本的にやはり親子関係、まあ、神との親子関係という意味では、私たちはね、イエス・キリストを信じることによって、神の子供になるんですね。で、そのイエス様とはですね、まあ、兄弟、あるいは、まあ、肉、私たちは聖餐式を通して、イエス・キリストの肉を食べ、血を飲み、イエス・キリストと、まあ、血縁関係になる、ということで、まあ、親子関係、家族になっているという理解でですね、その、御国を受け継ぐんだと、まあ、林が相続するんだと。これ、基本的に具体的に言えば、イエス・キリストが再臨されて、千年王国を作られて、そこに、しゅちちゃんたちが、信者たちが入るという、こういう状況だと思うんですね。で、この後に、しかし、ここでちょっとこう、また驚きのことをイエスさん言うんですけども、なんとこの時に、イエス・キリストが、この羊やった人、まあ信者たちにですね、どう言ったかな、まあありがとうって言うか、ちょっと驚きですけど、私たち普通、神様に私たち感謝することだと思うんですけど、ここでは反対に感謝されるみたいなね、ことが書いてあるんですね。で、ここではなんとイエスさんが、いや、あんたがな、私がお腹空いてた時に食べさせてくれたし、私が喉乾いてた時に飲ませてくれたし、私が旅人やった時に家に泊めてくれたしな、私が服なかった時に服も着してくれたし、病気やった時は来てくれたし、牢屋にいた時も見舞いに来てくれた。だからこんなこと言われて、イエスさんにありがとうなんて言われて、これみんな、多分、信者の人たちをね、しずちゃんたちをね、そんなことしました？いつそんなしましたと、やっぱり思うと思うんですね。まあ、事実ね、この後、そういった会話が実はあるんですけども、ちょっとそこ読んでみましょうか。次は、37節から読んでみます。すると、その正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。また、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見て尋ねましたか。すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。イエスさんはね、まあ、当然信者たちはイエス・キリストに、私たちそんないいことイエスさんに直、まあ、した記憶ないですけど、イエス・キリストはまあ天国にいてはるというふうに理解してましたなんて当然言うと思うんですね。でもイエスさんはこの時に、いや最も小さいものにしたのは私にしたんやなこと言うんですけど、ここでの面白いのは、まあ、食べるもの飲むもの、まあこれは食やね、それから着るものは、まあ、衣食住いうかな、その着るもの、食べるもの、それから住むとこ、まあ人間が生活するのに最低限必要なものを、あなたは私に与えてくれたと。で、それにプラスしてね、病気、病気のとこ見舞いに来てくれた。まあこれ見舞いじゃなくて病気やったら治してくれた言うたら方が嬉しいと思うけども、でも、私たちね、人をそんな急に病気治せるね、ただええけども、あるいは牢屋の時もね、牢屋から出してくれて自由にしてくれたいう方が嬉しいと思うんですけどね。でも病気や牢屋の時に、まあ、見舞いに来てくれたというのは、まあ、人間としてやれるだけのことをやってくれたという意味なんだろうと思うんですね。ほんで、まあ、私たちが行ったその愛の行動、あるいは思いやりの行動っていうのは、神様は忘れないよと、こういうことやと思うし、で、やっぱしここでやっぱり気になるのが、イエスさんがですね、最も私の兄弟にした、私の兄弟たち、しかも最も小さいものにしたのは私にしたんや、ってこんな言い方なさったんですけど、この、イエスさんの兄弟って誰かなと、またそのイエスさんの兄弟、姉妹、あるいはイエスさんの、まあ、兄弟、これ、たくさんのこの、なんていうか、学説というか、いろんな先生方の説があるんですけど、まあ、ある方はね、イエスさんの兄弟やから、これクリスチャンに対して良くしたことやっていう人もいるし、あるいはユダヤ人に対して良くしたことやっていう人もいるし、あるいはね、人間すべての人に良くしたことやっていう人もいるし、あるいはまあ弱い、あるいは最も小さいという言葉から、まあ子供たちに対して良くしたことやとか、まあ非常に弱い、その貧しい方々に対して良くしたことやって、いろんなこう説があるんですけど、まあ、
はっきり分かってることは、私たちが他の人、まあ、人間やね、人間に対して一生懸命こうやってあげた思いやり親切、ちっちゃな親切というかな、それはすべてその神様はまあちゃんと覚えてはって、ほんでなんとそのイエスさんが再臨されるときに、私たちはまあ基本的にはありがとうというか褒めてもらえるという、よきやったと、そう、なんかちょっと驚きですけど、イエスさんにありがとうなんて言われたらね、あれって、こっちがありがとうって言わなあかんのちゃうのと言いたくなりますけど、でも、あんたらは、ようやったと。それはその私の最もこの小さい、まあ他の人に対する優しい親切でやった行為っていうのは、ありがとうやっちゅうことやと思うんですね。まあ、林はね、神様を喜ばす、あるいはありがとうと言ってもらえることは、基本的には私たちが、まあ、神を愛し、隣人を愛せよという言葉を守っているということで、まあ、その神を愛し、そして隣人を愛した、その時に神様はやはり喜んでくださると、良きしもべであったと言ってくれるということだと思います。まあ、ここでちょっと、はっきりとちょっと勘違いしていけないなと思うのが、聖書っていうのは何を教えてくれてるかいうと、私たちが救われるためには実は私たちの行いは基本的に関係ないんです。私たちが救われたためにはそう信じる、イエス・キリストがですね、私たちの身代わりとなって十字架にかかって3日目によみがえられたんだと、いうことを信じるという、この信じることによって私たちは、まあ、救われるんですけども、救いは確かに信じることによるんですけども、その今度裁きになってくると、裁き、神が裁くときはなんと行いをベースにして裁かれる。まあ、ちょっと参考のためにね、聖書の他の箇所を見ると、ヨハネの黙示録の、20の12をちょっと読んでみたいと思いますけど、ヨハネの黙示録の 20の12、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの 書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。今黙示録の一部読みましたけど、その行いに応じて死んだ人たちが裁かれたんだと。で、しかもその時はね、なんか二つ書物があって、一つは命の書で、これにはそこに名前が書いてあったらその人は永遠の命を持っとる。で、もう一つ書物があって、でこっちの書物は多分ですね、一人一人やったことはきっちり書かれとるんでしょうね。で、そこパーッと裁きの時に読まれて、はい、何月何日何時何分何々さん、あんたこんなことしましたねって、カッチャーンって書かれて、私たちが生きてるすべてのこの活動やええことも悪いこともカッチャーンカッチャーンってそういった書物に書かれとるかもしれませんね。もうどちらにせよね、まあ、逃げようがないというか、神様すべてをしてはって、しかもその最もすごいところは、私たちが行ったいい行いもすべて、まあ、記録されているというか、神様は忘れていない。で、それに対してですね、まあ、ありがとうって言ってもらえるという、結局、その裁きに関しては、やっぱ行いが、なんていうのやろう、神様は良い行いをしてたらどうか、きっちりとこう、まあ、チェックしはるいうかな、見てはる。ほんで、例えばヘブルの、6章の12はこういうことも書いてあるんですね。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示した、あの愛をお忘れにならないのです。それこそ本当にどんな小さな、親切や愛の行動であっても神様ちゃんと覚えてはると、こういうことだと思います。私たちがその示したやっぱりこの他人に対する愛、思いやり、優しさっていうのはですね、神の目から見たら非常に尊い、まあ、行動であるというか、良い行いっていうのはね、で当然悪い行いもきっちりしてはって、それをベースにして、まあ、裁かれる。私たちクリスチャンは、私たちの罪は裁かれないんですけども、クリスチャンの場合はね、クリスチャンの場合は裁くという言葉が合ってるかどうかちょっとわかんないですね。クリスチャンの場合は罪は裁かれない、でも良きしもべであったかどうかは問われるそれは事実だと思うんですね。ほんで、ただこれ未信者の場合は罪も裁かれてしまうと、こういうことだというふうに私たちはまあ理解してるんですけど、で、まあ、ここでね、やっぱり思うのが、私たちね、今この地上にいて、このビデオを聞いてる方もね、
一体私はどういう行動してんのかなというふうに思いません？きっちり全てを神様にが見てはるんやという、まあ、まだそれがきっちり全て記録されていってるという、まあ、そういうことがもし、あるんであれば、どうでしょう。まあ、この後ね、実際に、まあ、聖書はどうなってるのか、まずちょっと引き続き、先ほどのマタイの箇所を読んでみましょう。25章の41節から。それから王はまた、その左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき、食べるものをくれず、乾いていたときに飲ませず、私が旅人であったときも泊まらせず、裸であったときも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときも訪ねてくれなかった。今度はですね、王なるイエスさんが、左にいる人にですね、お前ら、なんちゅうから、永遠の日に入れ、なんて、そんなひどいこと言うんですね。で、しかもこの永遠の日っていうのは、ここでははっきり書いてあるように、悪魔と、その、まあ、使い、つまり、英語で言うと、サタン、悪魔であるサタンと、それからその悪霊であるデビルちゃんたちですね、そのサタンとデビルちゃんたちのために、永遠の日、まあだから永遠の日だ、多分まあ私たちが言う地獄と呼ばれるものは、そもそも地獄っていう場所は悪魔と、その悪霊のために用意されてなんだと、サタンとデビルちゃんたちの行くべきところなんやと、彼らを裁く場所として置いてんの、作られた。だから人間がそもそも行く場所じゃない。人間はそもそも作られた時はその神の楽園で、神の国で生活して、私たちは最もそこで幸せで、神様の作られた被造物を私たちが管理する目的で人間作られたんですね。だから動物の、私の理解する時に動物全て見ると、なんか人間が手でこう餌与えるのにちょうどいいところに顔が来るし、動物たちもね、私たちが世話される時に動物たちも非常に幸せな気持ちになるし、という、私たちも幸せになりますけど、とにかく私たちはその神の作られた素晴らしいこの、まあ宇宙いうかな、この地球いうか、そのここでそのまあ楽園で神と共に生きるために作られてるのに、その人間のためじゃなくて、悪魔と悪霊サタンが裁かれる場所として永遠の火という場所、地獄にですね、なんと人間もあんたたちもその裁かれて落とされてしまうよと。このヤギさんたちは、悪魔に支配されてる、あるいは悪魔のまあ、影響力でですね、悪魔と一緒に行っちゃうよと。まあ、そんなちょっとひどいことを言いようんですね。ほんで、で、そっち行っちゃえと。で、その理由がね、あんたは私が、お腹空いてる時食べさせてくれへんかったし、喉渇いてる時何もしてくれへんかったし、裸の時は服もくれへんかったし、つまり、何か悪いことしたっていうよりも、何もしてくれへんかったっていう、こういうなんか言い方だよね。これはな、どうなんやろ。で、当然、一般の人は、そんな言われたって、いや、そんな、イエスさん、私はあんたに会ったことない。当然言うと思うんですね。で、これ、当然同じ理屈でね、引き続きイエスさんは、44節、こういうことをおっしゃいます。その時、彼らも答えて言います。死をいつ、私たちはあなたが空腹であり、渇き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話はしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。まあ、当然ね、ヤギさんに属する人たちは、いや何もせんかった言われても、そんないつ何もせませんでしたなことを言うんだろうと思うんですね。いや、そんなよいよ。で、イエス・キリストはここでも、先ほどの羊ちゃんたちに言うたのと同じようにですね、その最も世の中のちっちゃかった者たちに、まあ弱い者、ちっちゃい者にですね、しなかったのは、基本的に何もしなかったのは私に何もしなかったんやと、いうのことを言うんですけど、これ、最もちっちゃい者誰かなと、まあ、ちょっとこの写真を見てもらったらいいんですけど、私やっぱし、私が思うのは世の中で最も小さいものってやっぱり、まあ、こういう感じじゃないかな。そのやっぱりちょっとね、私驚いたのが、今もね、なんかお腹空かしてる子がたくさんいるらしいんですね。
なんかインターネットでその、まあ、国連が発表している、あの今のその飢餓の状態かな、あのでもね、なんとあの僕は減ってるんや思ってますよ。やっぱり世界がやっぱりそういった飢餓対策をすることで頑張ってるから、どんどんあのそういったその飢餓の人たちの減ってるんやろと思ってたら、何のことない、未だになんか8億から9億なんか増えてると、実際にはここ3年間ぐらいずっと増えてるんやという話がね、なんかインターネットに載ってたんですね。でもね、9億人の人がお腹空かしてるのはすごいと思います。8億から9億の人。ほんで、まあ十分な食事が足りていないと。ほんで、この、私ね、たまたまあの、うちの教会でも、あの、実はまあ、ハンガーゼロっていう、まあ昔あの、日本飢餓対策機構と呼ばれてる、あの、まあ組織に、まあ時々、まあ献金したり、あの、いろいろ関係があるんですけども、ハンガーゼロの方がね、たまたま話をおっしゃってたんが、あの、その、とってもお腹空かした、その子供たちはなんと石ころを食べたりして、なんか小石をね、なんか食べて胃袋を膨らまして、なんかもう、まあ、でも石なんか食べたらあの当然消化できへんので、まあ、死んでまうと思うんですね。でもそんなことして でも飢えをこのしのぐという、あのなんかそういう状況らしいんですよ。でね、そう考えるとね、まだまだいっぱいいてるんやなと思うんで、私ついね、まあ、先週ですけどもね、まあ、あのちょっとしばらくちょっと梅田に行ってなかったんですけど、ちょっと先週ね、用事があって梅田に行った。で、私梅田行った時に、まあ、ちょうど昼ぐらいになってね、あ、ちょっとお腹空いたな思って、で私はね、梅田の地下街歩きながらね、何食べようかな。で、一番最初の私の頭に思ったのは、今日の昼は久しぶりちょっとラーメン食べようかな、美味しい美味しいラーメンをね、どっかで食べたいな思って、ほんでちょっとラーメン屋さんどっかないかな思ったんですよ。ところがね、その時に同時にね、頭の中に、いや、ちょっと待てよ、ラーメンは美味しいけど、ラーメンカロリー高いしな、私太ったら困るし、ラーメン今日はやめとくかな、ほんでほんとおにぎりにしとくかな、おにぎりやったら、でもおにぎりな1個じゃ足れへんしなでも2個以上食べたらやっぱり太るしなとか、もうね、ご飯だって炭水化物やる、むしろそんなこといっぱいあると思って、結局だ真ん中取って言うて、その回転寿司で、回転寿司って結局そこでね、十何皿食べてるし、もうね、ね、もうたらく食べすぎて、な、結局全然ダイエットにも何もなれへんかったんですけど、私たちがね、そうやってその日本にいて、ほんで食べたら太るなぁなんて言うてる頃に、世界のどこかではね、やはりその石ころ食べてるような人がいるんやろと思うんですね。その本当にお腹すかして、空腹の時に食べるもんがない、飲める水がないというような人たちがたくさんまだまだいてはるんですよ。ほんで私ちょっとこの話準備してて思ったのがね、多分たくさんの日本人がもしかしたらね、死んだ後にふと気がつくと、まあ、地獄っていうか、その、まあ、黄泉の国にいてて、で、ふと気がつくと、なんか苦しい場所にいてて、あれ？私こんなとこ来るとこちゃう。あれ？なんで？私は死んだら天国に行くはずやった。言うんちゃうかなって気がするんですね。ほんで、その時に、私なんでこんな地獄みたいなとこにいてるんやと。ほんで、私何も悪いことしてない。私地獄に行くようなその殺人やとこんなしてない。私はもう普通に生きて一生懸命生活して、一生懸命仕事して、一生懸命家族養って、一生懸命生きてきました、一生懸命子供育ててきました、みんな言うんやないかもですね。でその時にもしかしたらね、イエスさんが、いや、あなたは私がお腹空かしてた時に食べさせてくれへんかった、私が喉渇いてた時に飲ませてくれへんかった、私が裸やった時に服も与えてくれなかったとかいろいろ言われて、当然たくさんの日本人の方がですね、え、イエスさんそんなアホなこと言わんでるけど、そんな あなたと会ったこともないし、今までイエスさんはどっか遠いところにいてはったやろし、そんな私にせんかった言われたって、そんな無理でしょやること自身がとか言うんやないかもしれない。その時にイエスさんがもしかしたら、この貧しい子供たちや、そういった世界のお腹空かしている人たちの状況をその人に見せて、あなたたちは、何もしなかったねと言われるんやないかなという、そういうちょっと気がしないでもないですよね。かたやあなたたちが生活してて、太るんちゃうかと言ってる時期に、かたや小石を食べてるんやでと
いうようなことかもしれないなという、ふとね、そんな気持ちに私思いますね。まあ、ちょっとこっからはね、私自身がちょっとこう、なんちゅうかな、ちょっとキリスト教の、なんちゅう、自慢話をさせてもらいたいと思うんやけども、世の中ね、私よく調べてる、この慈善団体の非常に多くが、実はやっぱりキリスト教が多いですね。私たちが時々、まあ、サポートしてる、ハンガーゼロっていうのも、世の中の食品のその問題、飢餓を、の対策を、直すために、ハンガーゼロなんかも非常に頑張ってるし、それ以外にもね、ワールドビジョンやとか、非常にたくさんのキリスト教の、グループ。まあ、日本ではね、クリスチャン 1% しかいないんですけど、学校やとか、病院やとか、それから個人やとか、非常に多くをですね、キリスト教で、やはりベースで作られてるのは、まあ、ちょっと誇りに思っていいと思うんですね。ただね、同時にね、やっぱりちょっと寄付するときに、ちょっと気をつけなくちゃいけないことも、あると思います。特に私、アメリカにおったらね、よう道端でね、寄付してくれ、言うか、なんか来るんですよ。お金ちょうだい、言うて。でもね、後で分かったのは、中にはやっぱり詐欺があるよね、寄付の詐欺。日本でもね、私、最近ね、なんや、東南アジアの女性かな、フィリピンの方が知らないけど、貧しいアジアの子供たちのために寄付してくれって、道端でね、なんか来はる女性たちがいてはるらしいんですけど、これ、まあ、私、インターネットで見た、調べた範囲でしかちょっと言えませんけど、結構多くの人が、詐欺ちゃうかと、まあ、ちょっと、その人たちは自分でお金、そうやって集めて、で、自分たちが日本の旅行してる時の生活費に使ってしまう、まあ、その人たち自身が貧しい子供に言われたらそうなのかもしれんけど、まあ、どちらにせよね、ちゃんとしたところに寄付した方がいいと思いますね。私のしてる範囲では、まあ、ちょっとそれが気になってね、私は知ってる範囲で、ハンガーゼロいうところをちょっとこう、調べて、インターネット見ると、ちゃんとしたところはちゃんとインターネットで自分たちの経理状況いうかな、収入と出資をちゃんとし、出してくれてるんで、やっぱり、ちゃんとしたところじゃん、インターネットもちゃんと、ウェブサイトもちゃんとあるし、ほんで、私のほうはね、ハンガーゼロ調べたらね、ちょっと気になったんで、ハンガーゼロ優秀やと思いましたね。なんかね、5億円ぐらい、彼ら年に集めてて、4億以上、4億5000万が、とか、90% 近くね、80% が 90% 近くね、彼らは実際にそれが、そういった貧しい人たちのところに行ってるという、さすがキリスト教ベースのグループやと思いましたけども、まあ、どちらせよね、もし献金されるんやったら、ちゃんとした、組織で、ちゃんとその、インターネットにですね、自分たちの経理の状況をですね、紹介している、ところを推薦します。別にキリスト教じゃなくても、それはどこでもあれですけど、ちゃんとしたところにやらないと、やはりね、献金詐欺っていう人たちもいるみたいなんでね。まあ、どちらせよね、私たちはその神の国に、イエス様が再臨した時にそのような形で私たちを、まあ、裁きはるんやないかなと思うんで、私たち一人一人がですね、神の前に立たされて、その私たちの行いに応じて、まあ、裁かれてしまうと、よくね、私たち思うのが、なんちゅうの、イエスさんがエルサレムに入城された時、王様としてイエス・キリストがエルサレムに入場された時に、道端にイチジクの木を見けはったよね。で、そのイチジクの木はものすごい立派に見えて、葉っぱがいっぱいついてて、すごい立派なイチジクの木やったけど、実がなってなかったです。で、イエスさんは、まあ、呪われたよね、そのイチジクの木を。で、その問題をですね、私たちも果たしてイエス・キリストが王様として来られた時に、再臨された時に、果たして実がなってるかどうか。造花ってあるじゃないですか。造花、あるいは造木っていうかな、プラスチックでできた木とかは、まあ見た目は立派やし、見た目は綺麗に造花なんか作られてると思いますけども、でも造花やその作られたプラスチックでできた木が絶対できないのは、実をならすことができない、実や種をならすことがやはりできないです。で、その、本当の花や本当の木っていうのは、それは雨風に打たれて、土がついて、埃がついて、見栄えはそうでもないかもしれんけども、やはり実をならすことができ、そして、なんちゅうの、種を作ることができ、しかもですね、周りにはとってもいい香りを、放つことができ、る。私たちがやっぱりイエス・キリストが再臨されたときに、そのやっぱり行いの実、信仰の実が、あるかどうか、イエスさんちゃんと王様として見張るんや思うんですね。私、ほんで、
またね、こう最後に、エペソビトへの2の10をちょっと読ませてもらいたいと思います。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。多分イエスさんは私たちの多くの、タレントというか能力を与えてくださり、そしてですね、多くの、祝福を与えてくださり、金銭的にもね、私たちが生活できるようにくださっている。で、私たちはその、どう使ったか、果たして、天に宝を蓄えていたか。その天に宝を蓄えるのは基本的にですね、その困っている方や貧しい人のために私たちが自分、神が与えてくださったものをどう使ったかが問われる。その献金というのはそういうもんだと思うんですね。私たちが果たしてどのようにして、その神の御国、神の栄光のために、使ってきたのかということは間違いなく、問われると思います。その時に一言ですね、神様に、お前は何もせんかったなと言われるのかどうか。これやっぱり裁かれる時のキーポイントになると思います。問題はですね、今このビデオを見ておられる方、まあ当然私も含めて、私たちは一体どうでやったか、自分の人生生き方をですね、やはり吟味する時じゃないかなと思います。それではですね、今日のメッセージ終わります。天におられる父なる神様、今日の、あなたの御言葉を感謝します。イエス様は再臨される時に、裁きがあるということもはっきり示しておられます。どうか私たち一人一人が良きしもべであったと言ってもらえますように、イエス様にお願いします。アーメン。はい、以上でした。バイバイ。